ったやったやった。で最終的に一番回収率が高い人にはプレゼントがもらえるということで。英語ってどんな感じですか？英語でしょ。一回喋ってみてください。英語はい買います。ちょっとまた買っちゃおうかなと思ってるんですけど、しゃあしゃあしっかりゲットしました。やったー。撮影外で個人的にやっちゃってしっかり勝ちました。やった。今のクルースなのになんで盛り上がってるんだろうって思ったら、しれっと勝った。しれっと勝ちました。すごい難しくって、1頭さっき外そうかなって言ってたんですけど、私は怖いので1頭も入れつつ、3号艇の村上選手はモーターがダントツじゃないんですけど良くて、3コースでの特別の勝率が良かったんで、3コースはじゃあ割と得意な方なのかなって思ってちょっと入れようかなって思います。私は 2頭を軸に考えて、2と3と5で考えながら、6の選手も吉田選手も今節成績いいし、まあ、どこかしらに絡めてちょっと考えようかなって思ってます。私も、まあ、2頭軸では考えるんですけど、5号艇の選手はすごい気になって絶対絡みたいと思うの で、6号艇の選手もちょっと気になってるので、1号艇と4号艇の選手はちょっともう外した形で、あのいろいろフォーメーションとかをなんか考えると思います。はい、私は235のボックスと25656の8点でにしました。1号艇と4号艇の選手はもうあのさよならっていう形に今回なったんですけど、ちょっとそれが来たら泣きます。はい、私は2軸で、まあ、1も買ったんですけど、3頭はなんか多分今日の感じに多分3はまくっても届かない気がしたんで、3頭はないかなと思って書かなくて、でここの5頭はちょっと穴目で、今回初めて穴目狙いを買ってみました。当たれ。ではこんな感じで買いました。1頭と3頭さっき言ってたのはちょっと変えずにちょっと分かんなかったんで、もう運で来て欲しかったので広めに買ったのと、あと2頭が2人がいいって言ってたので、ちょっとそれ参考にして2頭も2つ買ってみました。広く当たってくれると嬉しいなって思います。はい、いけお、4いってるさせさせ、いやよしよしよし、2226が来た、26持ってないぞ、25号艇の選手頑張る、5号艇の選手頑張る、25まだ分からない、26いけ、265号艇の選手頑張って5枚ゲームです。265だったらあったらいいな。263わー、236は持ってたけどこれは外れなんだよ。あー悔しい。満州です。わー、満州なの。でも絶対変えた、これ絶対変えた。惜しくないです、これは負けです。ということでここまでの回収率こんな感じになりました。やっぱみんな下がっちゃって、まだでも耐えてますね私。やばいぞ。次頑張ります、はい、頑張ります、頑張ります。次は9レースです。はい、しっかり本気でやっちゃってます。どうしよう、今は完全プライベートですからね、これ本当はマイ財布でやっちゃってます。いけー、ありがとうございました。もっといっぱいですか？ちょっと少ないですか？
ちょっと少ないみたいです。ボートのプロに言われました。何買ったんですか？これだけですか？はい、4点だけ。でも今回結構オッズが低いからどうだろうっていう。いちさんに言ったら美味しいんですよね。20倍になるんですけど、うん、普通に行きましょう。どっちでもいいよ。おっと、おいいよ、どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。4が怖いな。いや、どっちだろう。おっと、124。お、124になった。124って一番人気でしたっけ？やったー嬉しい拍手トントンな感じですね2連チャンありがとうございます。ボートレースで好きな決まり手。私あんまり決まり手が分かってなくて、まだ私は痛くまくり出しまくり出し、まくり出しが、ね、まくり出しって何ですか？まくって何が言ったの？黙って聞けばいいの？なんか先に追い越してそのまままくって刺すな、うんうん、あ、じゃあもう抱え込んで内側に入るみたいな。こう、あ、そうですね。私は直まくりが好きですすごい聞いたことない直まくり2コースって大体刺すんですよ、はい、だけど1を越して、うん、まくる時があるんですよ。それを直まくりって言うんですけど、それが決まった時はもう超気持ちいいです全然決まり手がわからないけど、船と船から前まくって刺したらまくりだし、で一番内側にみんなこう流れてて、うち、ん、に刺したら刺し。あ、じゃあ刺しかな、はい、刺しが刺し好きらしいです今知りました、はい、これです。ボートレースの好きなところ。好きなところ、好きなところ、ボートレースの好きなところ、やっぱりかけるのもすごい楽しいんですけど、うん、やっぱあのスポーツとしてすごい面白いなって思っていて、たまにその YouTube とかで過去レーサー自身の過去とか流れてるの、それ見たりとかして、うん、一人一人にストーリーがあるんだなみたいなのを楽しみながら、なんかかけるのがすごい楽しいなと思って、そこが好きですかね、スポーツとして。ボートレースの好きなとこはなんかやっぱり間近でなんかボートが競争する迫力、モーターの音とか、なんか水しぶきがバッて立つ感じとか、すごい迫力あるし見応えあるし、なんかかけなくてもなんか普通に面白い、そのレースとして面白いので、なんか私はそこがすごく好きです。初めてボートレース行ったのがお店のマネージャーさんとか運営さんみんなで行ったんですけど、最初なんかどんな感じなのかなって、すごい大丈夫かなって感じだったんですけど、みんなでやるから自分が外れても当たった人がいるとやっぱ嬉しいし、みんなで楽しめるボートレースだなって思って、そこがすごい魅力的だなって思います。じゃあ次引きます。ボートレースに出会ったきっかけ。出会ったきっかけ、きっかけはでもみんなバラバラですよね、うん、私はたまたまボートに関わるお仕事した時に初めてボートに出会って、うん、今までそういうなんかあのかける系のものをしたことなかったんですけど、そこで初めてボートレースの何ていうの楽しさとかにハマっちゃって、うん、一時期ボートレーサーになろうと思うくらい、なろうと思うくらいって結構すごい身長何センチですか？157です。全然あります、ね。全然。女子レーサーで28歳ぐらいでデビューした人もいるから、まだいけますよ。まだいける。でも私は親戚とか、うん、なんか知り合いにボートレース好きな人が多くて、あとはお母さんの友達にボートレーサーの方がいたりで、なんか身近にボートレーサーがあって、なんかわかんないんですけど、ボートレーサーになりたい人もめっちゃ周りにいて、20歳からしかかけれないけど、なんかそのかけ前から結構情には行ったりしてて、そこからすごく好きでしたね。そうなんだ。
私はもともとアベマ TV 他のテレビでボートレースの番組をやりませんかみたいな、うん、レギュラーで出ませんかっていうので、うん、それきっかけでやればやるほど、あ、楽しいな、自分でもプライベートでやってみたいなって思って、うん、はいはいはい、そっからすごいハマりましたね、うん、で今回 JLC もお仕事いただいてすごい嬉しかったですし、うん、みんなにえすごいねみたいな言われるからやってよかったです、うん、じゃあみんなきっかけがバラバラだけど、はい、最終的にはみんなボートレース好きだから今も続けられてる、うん、6強い、待って、6は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 6H さんのボクシングだった。しばらくは絶対嘘だろうな。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。